はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうでございます。和子様、お手紙いただきました。ありがとうございます。祖師ヶ谷大蔵の視聴者様、井上様、三重様、石黒様、高島様、小川様、光光様、新様、健太郎様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日はなんかご支援多いんですけれども、今日1日でですね、4月1日で、カードでご支援くださってる方々がですね、ババババババって報告レポートが送られてきまして、今日はこんな方がご支援くださって、わかるんで、今日はすごく多いんですけれども、誠にありがとうございます。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。昨日ですね、世田谷支部が政治活動を開始いたしました。私も行ってこんな風にやんだよなんて指導と手伝いやってきたんですけれども、通りすがりで、ご支援くださった視聴者様、誠にありがとうございました。通りすがりでね、あ、靴沢って言うことで、私を知ってらした方が昨日は2人もいらしてですね、誠に、ご寄付もいただいちゃって誠にありがとうございました。東京地区の支部長大募集中であります。これ参院選前は東京地区に限らせていただきたいと思います。で、私の東京選挙区の選挙を手伝ってもらうという感じになりまして、自分の選挙もあるのに、テーマ案内っていうのもありますけれども、動画説明欄からご応募ください。支部長になるとこんなことをやりますみたいなのは昨日動画上げました。別に演説できなくてもいいですからね。日本政府、北朝鮮の相次ぐミサイル発射に追加制裁を発表。4団体、9個人の資産を凍結だそうであります。ネットの反応です。まだ制裁できる項目があったことに驚き。なんで日本に資産を置けるんだ？追加できるなら最初からやっとけ。さっさと全員の没収しとけ。未だにソ連が存在していることに驚きなんですけどね、私なんかからするとね。日本人は千人も誘拐した主犯の組織なのにね、殲滅できないのは自民党にもパチンコから金をもらってる小辞儀議員が多いせいかななんて思います。追加できる制裁なんだったら初めから全部やっとけって、敵国認定してですね、全部やっとけって話ですよね。なんかね、日本と問題抱えてる国はきちんと敵国認定してですね、ビザやら留学生やら来日やらで制限かけた方がいいと思いますよ。日本にね、銀行口座作るのにもダメって言ったりね。竹島で揉めている韓国、尖閣諸島で揉めている中国、北方領土で揉めている、ロシア、拉致被害者返さない北朝鮮、この4カ国は敵国認定してですね、きちんと敵視しないとね。で、いろいろ制限してですね、日本とことを構えるのはこんなにも損なんだなっていう宣伝にもなるしね。復讐は無意味だが今後被害に遭わない、きっちり仕返しするやつだという評判は今後の被害を防いでくれるって言葉ありますよ。なんか日本と揉めるとこんな風にされて長い目で見ると損だ、いう風に、思わせられるようにこの4カ国とは、もっとね仲悪くすべきだと思います。そういえばですね、善悪で判断すべきでなくて損得で判断すべき。だからロシアを弱体化させるいい機会だから、ウクライナが陰でどんなに悪くても、ロシアを悪と決めつけて制裁ガンガンやって弱体化させるのが我が国の利益であるってツイートをしたらですね、それに対してもでもウクライナもこんなことしてますよみたいな
反論してくる人はいいんですけど、何を見てんだっての。だから善悪で判断するんじゃなくて、得か損かで判断するんだって書いてあんじゃん。書いてあんじゃん。だってウクライナは日本の領土を盗んでねえし、北海道に攻めてくる心配も全然ねえんだから、ロシアは敵国なんであるから、ねえ、どっちが悪いとか、どっちが、いいとかいう問題じゃなくて、敵であるロシアを弱体化させるチャンスなんですから、ロシアは悪であるって決めつけた方が得なんだよ、いうことを言ってるのにわからない。頭の悪い人が、そういったまあ会社でも、あの人仕事できねえな、陰口叩かれてんだと思いますよ。トンチンカンっていうかさ、何同じもの見ても、人とち、理解が違うのかなーって、まったくなーっていう感じであります。なんだっけな。立憲民主党、西村幹事長、外国からの武力攻撃に原発は対応できますか？日本の安全保障を考えれば、通るべき道は、脱原発の加速だ、原発をなくしちまい、攻撃されたら大変だから、みたいなことを国会でほざきおりました。ネットのニュース、憲法9条さえあれば攻撃されないんじゃなかったのか、9条で守られてんじゃなかったのか、憲法9条先生、どうすんだよ。お願いします。攻撃されるなら9条は廃止だな。攻撃されないように核を持とう。攻撃されたら相手の原発攻撃すればいいだろう。先制攻撃できるように憲法改正だな。電気使うのをやめてからいい。こんな極論が許されるなら、隕石でも宇宙人でも何でもありやん。核武装するだけで即解決するシンプルな問題。今エネルギー不足って理解できねえのか。ダムや原発など甚大なエネルギーを内包する施設攻撃は禁止する。ジュネーブ条約で一応ですね、禁止になってますけれども、まあ国際法上、侵略側はそんな条約気にしねえよなっていうのはウクライナで証明されましたしね。まあまあ原発が攻撃される危険性っていうのはありますよ。立憲が脱原発いうのだから原発は推進すべきなんですよね。こいつらのギャグがいつも正解ですからね。非常に可能性が低い過程を言い出してですね、こうなったらどうすんだ、責任取れんのかって言って無駄に時間を使う手口、時間を無駄にする手口、皆をうんざりさせる手口は豊島区の共産党議員もしょっちゅうやってます。こうなったらどうすんだ、ああなったらどうすんだ、責任は取れんのかなんつって、そんななりっこねえべ、なったとしても何万分の1じゃねえのいうようなことをね、時間かけて言い立てんだわ。議事妨害マニュアルでもあるんでしょうね、これね。多分ソ連あたりが作った昔ながらの教科書あるんでしょうね。そのうちですね、原発を宇宙人に攻撃されたらどうすんだとか、隕石落ちたらどうすんだとか言い出すかもしれないですね、こいつらね。まあ言い出す前に立憲がなくなってるかもしれないですけれどもね。小池晃共産党書記長、新宿凱旋、被爆国日本こそ核兵器条約、核兵器禁止条約に加わり、核廃絶の先頭に立つべきだ。改憲と核共有を訴える維新は、被爆国日本の政党としての資格を失ったと言われても仕方がない。とか、新宿で言ったらしいであります。ネットの反応です。政党資格失いそうなのは社民党だろ。次の参院選で、2% 取れないと消滅するみたいですね。消滅はしないですけど、公党、公の党、としての資格を失うと。まあ、自称政党ってなのかな。日本改革党も、党とは言ってますけど、公党ではないですよね。2% 支持ないから。被爆国だからこそ、核武装すべきって考えもあっていいだろう。攻撃された奴は、その武器持つなって、なんでだ。全くだ。なんでだ。支持率から考えれば、維新よりも共産党の方が、資格ないような。別に共産党に許してもらわなくても万年野党の分際で偉そう。100年なんだってね、今年でね。結党100年共産党。
日本共産党ですけどね、まあまあソ連のですね日本支部として作られたのが最初、100年経っても万年野党、本当に万年野党だね。そんな政党ないそうです。一回でもまあ連立与党として、その与党に100年も慣れてない党はないみたいですね。社会党もね、村山政権っていうのがあって、まあ連立でしたけれども、ちょっと与党だった時期ありますもんね。共産党と社民党はそういえば、あ、社民党はあれか、社会党の末裔だからあるのか。まあ共産党だけですよ。共産主義者の言うことなんて、嘘ばっかりなんで、聞き流してもいいんですが、また小池晃が変なこと言ってんなぐらいでいいんですけれども、共産党こそね、民主主義政党の資格ないんじゃないの？だって共産主義者なんだからさ、共産主義者がなんで民主主義の権化、民主主義の典型、根幹である選挙に立候補してんだよって感じですね。共産主義者なら共産主義者らしくね、火炎瓶握りしめて、そこらでテロをやるとか、まあ暴力を振るとか、やってればいいのにね。支持率からすれば、共産党の政党の資格は、維新の3分の1ぐらいしかないっしょ。どっちかというと、政党の資格ないのは、むしろ共産党っしょ。失格があろうがなかろうが、共産党に判断してもらう筋合いねえし、有権者の判断は共産党より3倍維新の方が正当だなって思ってるってことですしね。本日のお前が言うのはこちらでしょうかね。福島光子、カジノはギャンブル依存症を増やし、また日本語が変ですね。ギャンブル依存症を増やしじゃないのかな。地域にも家庭にも人々にも良いことはありません。カジノ建設に反対しています。そっか、福島みずほが反対するのが、じゃあカジノ推進が正しいのかな。ネットの反応です。パチンコはねえ、パチンコはなんでパチンコには無反応なの。近所に生活保護でパチンコやってる人いるけど、これおかしいですよね。それより今あるパチンコ廃止に動くべきじゃない。パチンコにも反対しなさいよ。何を根拠にカジノはギャンブル依存症増やしなんて言っちゃってんの。その前にパチンコなくすのが先や、いうような、やっぱりね、案の定パチンコに突っ込まれておりましたが、ね、けれども、完全にギャンブルなのに遊戯って言い張って放置する司法も司法ですよね。なんぼね、警察の天下り先になってるわって言ってね、ソシャゲのおかげでですね、かつての3分の1ぐらいに減ったそうであります。前世紀のね、やる人数が、今やってる人が、まあ高齢化で外行けなくなったりなんかしたら、もっともっと変だろうな。福島みずほが反対っていうことは、カジノ推進した方がいいんだろうなっては、うっすら思うんですけど、まあまあ先進国にね、カジノない国ないしね。ちょっと運営が、詳細が不明瞭なんですよ。伝わってこない部分がある。まだ決まってないのかもしれないですけど、カジノに付き物のコールガールの問題であるとか、詳細がいまいち不明で、ちょっとカジノ大賛成ですとは言いにくいですね。判断つかないっていうかね。カジノにコールガールは付き物であります。大勝ちした人がですね、酒浴びるほど飲んだり、まあコールガールのお世話になったり、いうふうに、なるじゃん。世界中のカジノでコールガールいねえとこなんかないんですけど、日本はその場合どうすんだ、特区にしてですね、カジノ内ではいいことにすんのか、とかですね、まあまあいろいろな案が出されておりましたけども、カジノ運営に際してね、1週間のうちに来れる回数を制限しようであるとかね、毎日毎日来れねえようにしようとか、所得制限設けようであるとか、あんましね、所得が低い人は、入れねえようにしようとか、まあまあいろいろありましたけれども、一体どんなんだかいまいちであります。ただまあ福島みずほが賛成するんだったら、まあこれパチンコの客減っちゃうからでしょうね。ますます
まあそんなにね、高所得の人、パチンコどっぷりとかいう人、あんまし聞いたことないですけども、もっと高尚な遊びするんでしょうから聞いたことないんですけれども、まあまあパチンコの客取られんのを恐れてカジノ反対してんのかな。じゃあカジノは推進した方がいいのかな。なんかね、ドレスコードとかも決まっててですね、パジャマみたいな格好では行けねえようにしようとかですね、まあ行くには覚悟が必要な場所にしよう、パチンコなんかね、ちょっと顔老けた高校生でもできちゃうもんね。そういう問題もありまして、まあまあ推進した方がいいのかな、福島みずほが反対してるんではな、というような迷いどころであります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あと東京地区支部長まだまだ空いております。募集してください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。